手の紹介をいたします。ジュン・セリフ選手です。マクシム・シュミレフ選手です。主審・大久保博史です。副審・庄司武雄です。それではコートにお入りください。さあこれから仙台大会の準決勝の模様、先ほどもご案内いたしましたジュセヒク選手対シュミレフ選手の対戦となります。やはりこう第一節ジュセヒク選手がこう優勝したということで、その調子がまだまだこの仙台の地まで続いている、そういう感じがしますね。松浦さん。そうですね、非常にキレのいいカットでですね、はい、安定したプレーしますんでね、はい、なかなか崩しにくいところじゃないでしょうかね。そうですよね、はい、安定しておりますし、そしてまた第一節の時にはかなりこう攻撃力が威力を発揮していたような、はい、そんな感じがしたんですけども、どうでしょう、松浦さんが現役の時なのに、やっぱりこうカットマンというのはもうカット視線型ということで、あまりこう攻撃というのはあまりしなかったような、そんな感じがしたんですけども。そうですね、40ミリになったりですね、はい、してますんで、あとラバーチャックといいますかね、接着剤が非常にこう、はい、強いボールを出すようになってますんで、はい、なかなか守備だけでですね、点を重ねていくというのが難しくなりましたんでね。そうですね、まあそういうところから非常にこう威力を発揮し、そしてまた実力も出しておりますジュセヒク選手。さあ一方シュミレフ選手なんですけれども、ここのところなんか非常にこう調子が上向いてきているような感じがするわけなんですけど、松浦さんからご覧になっていかがでしょうか。そうですね、非常にこう手足長いと言いますかね、はい、攻められても落ち着いてですね、はい、強いボールで返して、だんだんとですねこの雰囲気にも慣れてきたというところじゃないでしょうかね。なるほど、まあ、これから対戦いたしますこの両選手なんですけれども、まあ、予選の方では D ブロックの方に2人とも入っていたわけなんですよね。その時にはですね、シュミレフ選手が3対1で勝っているわけなんですね。そうですね、まあ、その時のこう状況を思い出しながら、まあこの試合に臨む、そういったところもあるかもしれませんけれども、何かこう仙台の地でもこの準決勝にして非常にこう緊迫しているような感じがしますね。そうですね、まあ、なかなかシミュレの方もパーソンにですね、はい、4対1で勝ち上がってきてますんで、はい、気持ちとしては非常に充実してるんじゃないでしょうかね。そうですよね。そしてまたシミュレ選手の場合ですと、非常にこう打球点の高いこう攻撃を しますから、やはりこうジュセヒク選手が後ろでこうカットの構えをする前になんかこう決められてしまうような、そんな感じも試合ではないんですけれどもね。そうですね、まあですからジュの方がですね、シミュレの鋭い高い打球点のボールをですね、はい、コースを読み切れるかどうかでですね、勝負がある程度決まるところもあるんじゃないでしょうかね。そうですよね、やはりこう打球点の高い返球というのは本当に現代卓球そのものの卓球ですよ ね、はい、やはりこうなんかこう今現在のこう日本の若い選手ちょっと打球点がこう遅いかなというそういう感じがしないではないんですけど、松浦さんいかがですか。そうですね、やっぱり回転をかけるのにですね、はい、少し落とし気味にした方がですね、かかるような気がするんですね、はい、ところがやっぱりヨーロッパ選手と見てましてもですね、はい、高い打球点でかける努力をし続けると、はい、この辺がちょっとなんて言いますか、日本の若い選手とですね、はい、ちょっと違うところじゃないかなというふうに思うんですね。そうですよね、やはりこう台についていた方が本当にこう有利に試合運びができますからね、はい、さあこれから第一ゲームがスタートいたします。まだちょっと練習の方が続いているようですけども、この安定したこのドライブ、そうですね、固まったとは思いませんね、まあ、本当に攻撃のタイミングといいますか多くなってますんでね、それだけ、まあ、攻撃も鋭くなってきてるんでしょうね。そうですよね、さあ台の上をきれいに拭いたシミレフ選手、この試合にかける意気込みが伺います。第1ゲームスタートです。抜けたような返球、ネットを越えません。3球目攻撃を仕掛けたんですがネットが邪魔しました。これでカウントは1オールとなっています。サービスポイント、
なりこう守備の選手なんか持ち上げているような感じがしますんで、まあ、カットの切れ味はすごいでしょうね。切れ味は本当にバックカットなんですけども、はい、鋭いカット来てますんで、はい、それでもよくなんて言いますかね、そんなに苦労せずにですね、カット打ちしてると思いますよ、はい。さあバックハンドでポイントを増やしましたジュセヒック選手。ああ早い攻撃、クロスへのフォアハンドドライブ攻撃を決めましたシュミレフ選手。フォアハンドドライブでの返球がオーバー。やはりこう前につけておいて速いボールを出すとかですね、はい、そういうところで10としても非常にこう速いタイミングでですね、はい、うまく切り替えをしないといかんもんですから難しいところですね、はい。ネットに当ててしまいました。ですからシミュレーとすればああいうふうに今のような形でですね、はい、じっくりカットされますとやっぱり少し不利になりますから、このように早い展開の、ね、はい、少し前に寄せたりしながらですね、はい、意表をつくような形でもいいから早めに攻めようということですね。カウントは6オールと並んでおります。空を切ってしまいました。ジュ選手のラケット、ネットイン。フォアハンドドライブでの返球がネットに当たりました。シュミレフ選手にポイントが入ります。決めるときにはクロス、ジュ選手のフォア側を狙っているような感じがしますね。そうですね、やっぱり思い切っていくときにコースを変えているということですね、はい。カウントは9オールとなっております。さあどちらが先に第1ゲームのゲームポイントを握ることができるのか。サービスはシュミレフ選手。まあ、ここで思い切った3球目するのかですね、はい、はたまたゆっくりとした攻撃をするのかですね、この辺面白いですね、はい、早めに来ましたね、そうですね、はい、体を狙った返球が決まりました。非常にいいコース決まりましたですね、はい、強打決めました。したがって第1ゲームは11対9でシュミレフ選手が取りました。やはりシュミレフ選手がこう早い段階での攻撃をした段階では決まって、そしてまたジュ選手のカット、そしてまた、シュミレフ選手のカット打ち、そういった段階ですとやはりこうジュ選手の方が、まあ、一枚上手というそういう感じがしたんですけど、いかがでしょう。おっしゃる通りですね、ジュとしては落ち着いたカットを 1、2本入れてですね、はい、それで自分のペースに持っていきたいところなんですが、シュミレとしてはそういうになると困るものですから、はい、どうしても早めにですね、体を狙うような形、早めにバックを寄せてフォアを狙うとかですね、はい、そういう形で最後の締めくくりとしましては1ゲーム目非常にいい形でですね、はい、シュミレフの方が締めくくったかなというところですね。そうですね。
やはりこうなるべく10選手としてみたら長いラリー展開に持っていきたいということを考えているんでしょうかね。そうですね、やっぱりラリーになりますとどうしても打球点下げてくれますんで、そうしますと非常に安定した切れたカットでですね、どんどん攻撃をしていけるというところですね。ということは10選手にとりましては早い攻撃を気をつけるということですね。そうですね、はい、さあ第1ゲームがスタートいたします。シュミレフ選手からのサービス、サービスポイントです。シュミレフ選手は今の状況で言いますと、ね、フォアハンドサービスが非常に多い、卓球なんですけども、バックハンドサービスを使ってますね。そうですね、特になんて言いますか、カットの時は多いような気がしますね、このラリーはシュミレフ選手が取りました。シュミレフとしては今のようにですね、左右うまく打ち分けないとですね、バックばっかり行きますと非常にこうなんて言いますか、沈み込むようなバックカットになりますんで、そうしますとちょっと押されてしまいますからね、今のようにうまく散らした方がいいと思いますね、さあバックハンド攻撃決めました。ストレートにボール運ぼうとしたんですがネットに当たりました。ちょっと銃としてもなかなか攻撃がされてないですね。そうなんですね、今日はバックハンドはまあそこそこ入ってるんですが、ちょっとフォアハンドが入ってないところですね。この第1セット的にはかなりこうフォアハンドドライブ、決まったんですけど、あっとこれはどうしたんでしょう。痛いミスをしてしまいました。シュミレフ選手今もちょっと銃が打ちかけたところに速いボール出してますんで、作戦的にはシュミレフも非常にうまく戦ってると思いますね、あっと突っついて返そうとしたんですがかなり回転が効いていたようです。サイドを切った攻撃、フォアハンドドライブ攻撃を決めましたシュミレフ選手。シュミレフとすれば特にジュのバックカットを2本3本続けさせないというふうな作戦に出てますね、素晴らしい。おっとストップだ、すごいラリーですね、今のは。さすがスーパーサーキットの卓球というところを見せました、両選手。今のも最後、ネットにかかってたんですけど、力でねじ伏せたというところですね、素晴らしいラリーだったですよ。台上の強打、見事決めています。カウントは3-7、シュミレフ選手の4ポイントリードとなっています。ストレートの変球、やはり台に効いた方が有利に運びます。そうですね、今のも悪いボールじゃなかったんですけどね、非常にうまく返しましたですけども、ちょっと銃としてもやりようがないんですね今のところ。思い切ったボールを出されてますんで、そのボールに対してなかなか優勢に返せないというところですね、フォアハンドドライブでの返球がオーバー。さあ徐々に追い上げてまいりましたジュセフク選手、思い切った攻撃、これはまたネットに当てた。ちょっと今ジュのペースになりかけてますんでね、これでサーブを持ってどういうふうなカットに持っていくのか、攻撃にする先に仕掛けるのかですね、ちょっと来ましたですね、ストレートに強打、見事な返球を見せましたシュミレフ選手。
非常に前に位置してですね、はい、攻撃に対してもうまく対応してますね、はい、ですからなかなか10がチャンスつかめないですね。サービスポイントは10セフィック選手。さあ2ポイント差まで追い上げてまいりました10選手。カウントは9-6となっています。9-7となっています。ワンポイント差。バックハンドで返したボールがオーバー。最後の得点でシュビロフ選手は第2ゲームのゲームポイントを握っております。さあカウントは8-10。ここで合わせを吹きますシュビロフ選手。なかなか10はですね、はい、攻撃で決まってないもんですからね。いきなりの攻撃でですね、はい、ですから非常に苦しいところですね。ストレート狙ったんですがオーバー。追いつくことができるか10選手。強打ストレートで決めた。したがって第2ゲームは12対9でシュミレス選手。第1ゲーム第2ゲームともシュミレス選手が取りましたけれども、しかし早い攻撃をされて10選手なかなか思い通りのプレーができませんね。そうなんですね。早い攻撃っていうのはある程度予測はしてるんでしょうけども、予測以上にですね、その、はい、シュミレフが思い切って強いボールが出てるんですね。ですからその分だけ少し押し気味にですね、展開を初めからされてしまうということで、はい、ちょっと十としては今のところをやりようがないと言いますかね、はい、なかなかうまくいってないですね。特にレシーブ非常に気を使ってですね、はい、なんとか3球目思い切ってやられないようにですね、コースを取ったり変化をつけてはおるんですけれども、はい、シュミレフはまたミスを恐れず思い切っていきますんでね、はい、それがまた功を奏しているというところですね。ですからちょっとこう字としてはシュミレフのペースを少し抑えるような形のですね、はい、プレーですか。特にドライブになってますんでね、フォアハンド攻撃は少しフラットなボールを混ぜてもいいんじゃないかと思うんですね。ドライブに対してですね、はい、ドライブ返すんじゃなくてですね、少し当てるような打ち方もいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、なかなか難しいんですけどね。そうですね、はい、ストレートに3球目攻撃。さあ気持ちのいい攻撃が決まった10歳選手。今のようにできるだけ思い切ってカットで切ってですね、はいはい、返さないと思い切って来られますんで、今のはいい非常にいいカットだったでしょ。レシーブも思い切って切りましてですね、はい、この思い切って切るんですね。回転止まれてるかシミレス選手。ですからいきなりの変化をつけてですね、はい、相手のミスを誘うというふうな形今作ってますね。先ほど思い切った3球目ありましたんでね、はい、高いところで打ってますね。やっぱりレシーブがいいもんですから、ジュが先ほどのような思い切った3球目高い打球点ではできてないんですね。ドライブがですから、ジュとしては速い打球点で高い打球点のドライブをできればですね、はい、また3球目冴えるんですけども、これまたサイドを切った返球が決まっています。カウントは2-4となっています。10選手の2ポイントリード。逆をついた。ストレートへの返球、ちょっとシュート気味。そうですね、今のはもう完全に少しシュート回転入れてですね、タイミングを狂わしながら、はい、打ってますんでね、うまく決まりましたね、はい。ストレートへの返球が決まっています。これでもう挽回してしまいましたからね、はい、4対0からですね。
これは見事な清水選手の体で投げてドライブ攻撃を決めました。10選手今のように高い打球点で前に追ってドライブをしないとですね、はい、どうしても取られてしまいますので、はい、強打見事に決めました。体に突き刺さってるような感じですね。そうですね、はい、非常にまあコースもよく考えて打ってますね、はい。この攻撃がなかなか決まっていません。清水選手のあの返球に変化がある、ね、はい、あの台上のボールのですね、はい、バックハンドのフリックを使いながらドライブをかけたりかけなかったりしてますんで、なかなかあの地としても攻撃のタイミングが合ってないですね。さあ怒涛の攻撃を見せております清水選手。カウントは 5-8。クロスへのドライブ、はい、さあこのようなボールがこれから何本も出ることができるか。リズムあるフォアハンドドライブ、まあ、実としては今のようなペースで卓球ができればなというところなんですね、はい、カットである程度相手を押してですね、はい、苦し紛れのドライブ来た時に高い打球点で今のように押し返すと、まあ、そういうができましたら逆転するんでしょうけども、サービスの時にそうですね、指に当たったというアピールですね、はい、ということで中選手のポイントそうですね、はい、ということになりまして、はい、ますよ。8オールになるんでしょうか。なりますね。あ、会場から拍手が送られております。フェアプレー精神でもフェアプレーとかではないんですね。本当は別にいや、あの指だけでですね、はい、入るというのは物理的にちょっと考えにくいんですよね。そうですね。ですから指とラケット、ラバーと両方に当たるんですね。ですからダブルに当たるということでですね、まあ、ヨーロッパの選手中心にですね、ほとんどの選手はですね、はい、指に当たったらもうアウトですよという申告してますよね。はい、ワンポイントリードの10選手。これで並んで9オール、はい、今のはちょっと打球でも高かったもんですから、はい、タイミング合わなかったんですが、もったいないですね今の1本は。いいドライブだったと思うんですけどね、はい、それをもう本当にこうよく溜めてですね、クロスに曲げながら返しましたからね、はい、さあ第3ゲームのゲームポイントを握りましたシュミレフ選手。フォアハンドドライブ打ったボールがネットに沈みました。これで10オール。当たってオーバー。中選手がワンポイントリード。ネルとしては先ほどいいレシーブしましたからね、はい、続き非常に切れたボールで返しますので、同じプレーができるかどうかですね。今度は切りますね。非常に変化つけましたですね、はい、はい、したがって第3ゲームは順対順で10セック選手が取りました。徐々にこう10選手の攻撃が決まりだしてきたかなという第3ゲームのように感じたんですが、そうですね、ほとんど 1,2 ゲーム目はですね、それほど冴えた攻撃なかったんですが、はい、まあ、積極性ずっと続けてましてですね、この3ゲームになって少しいい攻撃が入り出したかなというところですね。
それと、まあ、先ほど最終のですね、レシーブの変化ですね、はい、この辺も非常にこう大きく変化をつけてですね、最後2本取りましたですからね、はい、この辺でちょっとシミュレとしては今までのような形でどん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 打っていくことができればですね、はい、いいんですが、ここで少しでも躊躇しますとですね、はい、逆転というのがありえるんじゃないでしょうかね。これからがこうジュ選手の力の出しどころというところですね。そうですね、この辺で少しでも守備力の方が今まで通りの攻撃、まあ、非常に気の強い攻撃なんですが、はい、し続けることができるのかどうかですね、はい、その辺のさせないように変化はうまくジュの方がしてくると思うんですね、はい、この辺が非常に面白い攻防ですね。なるほど、第4ゲームスタートです。やはりジュ選手がポイントあります。今のようにじっくり構えられますとなかなかチャンスを見出せないところがありますので、できるだけ強いボールで1本目を仕掛けたいところですね。エッジ気味のボールよく守備の選手返したんですが、その後強打、見事なポイントを重ねております。ジュ・セヒク選手攻撃を打ったんですが、やっぱり3球目でも少しでも、はい、なんて言いますか、打球で下げますと、はい、確実に返してきますね。大きくなってました。お、速いバックハンドライブ。今のは本当にこう意を決したような形でですね、はい、もうとにかく攻めるんだということでですね、非常にいいバックドライブですね。しかし守備の選手は気の強い選手のように感じますね。そうですね、まあ、躊躇しませんね、はい、まあ、躊躇した時は負ける時だというふうに思っているかもしれないですね。そういう意味では非常にこうシャープに思い切って振り抜くというのはですね、心がけているようですね。やはり卓球の本当にこう原点であります振り切る、これが大切ですよね。そうですね、そうだと思いますよ。逆をついたフォアハンドドライブ攻撃でポイントを増やしました。ジュ選手少し横にされました。ハンドドライブで打ったボールオーバー、シミレ選手にポイントが入ります。ちょっと今のようなミスは痛いですね、はい、あのカットマンですから、はい、やっぱりカットでミスするっていうのは痛いですね、はい、このシミレ選手はスマッシュをよく打ちますよね。そうですね、あの本当になんて言いますかね、ストロークが小さいんですが非常にきついボールを打ちますね、スマッシュの場合はですね。そしてまたこのバックハンドドライブ威力があります。ストレートに強打。今のもバックハンド非常に力強いボールを出して大きなホームで出してですね、はい、それで前に出てきて本当にコンパクトな今ストレートしましたですね。そういうその歯切れの良さというのが今日は非常に目立ちますね、はい、そうですよね、本当にこうコンビネーションが全てうまく合致しているという感じがしますね、はい、今日はもう思い通りに試合を運べているというところですね。カウントは 8-4 となっています。シミレフ選手の4ポイントリード。ネットに当たってオーバー。
これタイムアウトですか。そうですよ、清水選手、はい、清水がタイムアウトと思います。ちょっと今、はい、日本ですね、少しこう集中力が欠けたようなプレーが続きましたんでね、はい、まあここで一息入れるのはいいことじゃないでしょうかね。しかし今タイムアウト取った直後ちょっと首をかしげるといった、うん、そういう仕草を見せたんですが、これはどういうことなんでしょう。そうですね、ちょっと今バック素振りしたりしてるんですけども、はいはい、ちょっとバックハンドがですね、思い通りの形タイミングがですね、少しうまくいってないというところだと思うんですね、はい、それで2本ちょっと点取られましたんでね、はい、ここで一息入れてもう一度また気の強い攻撃にですね、はい、戻りたいところなんでしょうね。なるほど。しかし本当にこの8-6というのは微妙な感じですよね。そうなんですね、はい、まあ、8-4 から2本取られて8-6ですから、はい、8-4といいますと非常にこう、ま、だ差があるような気がするんですけども、ね、まあ、6本まで来ますと、はい、ちょっとこう追い上げられてるなという感じなんですね。そうですね。ドライブで打ったボール変化がついています。清水としてはここでやっぱり踏ん張りどころといいますかね、はい、ちょっとジュのペースになりかけてますんでね。さあこれでジュセック選手は追いついて8オールとしました。相手のフォアにですね、はい、強めのボールが今出てないもんですから、はい、ほとんどもうバックサイドに行ってるんですよね。この辺がちょっと清水思い切ってフォア行けるかどうかですね、はい。行きましたね。行きましたね、はい、ストレートに強打、しました。今のようにですねフォアに思い切ったボールが出ますとですね、はい、非常に気の強い攻撃がですねまた蘇るということがよくあるもんですから、はい、今のはいいと思いますね。ネットイン、ネットインで返ってきたボールを強打。まあ、結果的にも今はフォアに打ってますんで、はい、これで非常にまあ清水としては気持ちの上で強気にまた戻れたんじゃないかなと思いますね、はい。さあ第4ゲームのゲームポイントを握っております清水選手。中選手が打ちました。ボールが返球できません。したがって、第4ゲームは11対8で清水選手が取りました。これは見事こう見応えある第4ゲームでしたね。そうですね、まあ、作戦的にも非常に面白いゲームだったと思いますね、はい。特に8-4でリードしててですね、2本ちょっとバックハンドを含めたですねバックサイドの戦いでちょっと嫌な雰囲気になったんですね、はい。そこでタイムアウト取りまして、なおかつ2本取られてですね8オールまで来たんですが、そこでまあ気持ちの切り替えでですね、はい、フォアに思い切ったボールをまあ出したと、これが功を奏してですね、はい、非常にいい形でですね、4ゲーム目終われたんじゃないかなというところですね、はい。さあしかし後がありません。10戦1周です。やはりこうなんとかして、まあ、威力のある攻撃でポイントを増やしたいとは考えていると思うんですけどね、はい。まあ、とにかくフォアに思い切った攻撃をさせないようなことをですね、はい、いろいろ考えないとですね、ちょっとやっぱりフォアに思い切って来られますと分が悪いですからね、はい、今のところ。さあ2本続けてのサービスポイント、バックハンドドライブクロスに決めました清水選手。カットが届きません。今のも清水選手思い切って体を3本狙って本当にバックいったんですよね、はい、ですから非常にまあよく考えたですね、いい攻撃してると思いますね。クロスへの強打、あのドライブからのスマッシュ本当にうまいですね、はい、あのカットマンに対してですね非常に安定したスマッシュ出てますね、うん、これですね。あ、このコンビネーションですね、はい、見事です。
私ヨーロッパの選手であんまりこうスマッシュを打つ選手がいないと、そうなんですね、はい、聞いてましたけど、見事なこのスマッシュですね。ボールの待ち方がいいですね。はそうですか、はい、非常にこう足は非常に曲げてるんですけども、上半身非常に立ってですね、はい、高い打球点で打てる体勢を作ってますからね、いい打ち方ですね。あっとこれは2本連続攻撃でポイントを返しました。ジュ選手ブロックポイント、待っていたかのようなブロック、相手がよく見えていますかね、はい、予測も非常にいいですね今日は。フォアハンドドライブクロスに決めました。ジュ選手、まあ、ジュとしてはある程度自分が攻撃してですね、点をですね、取って、いって1ゲームでも取ればですね、はい、少し攻撃の手が緩むんじゃないかというところがあるんですね、はい、攻撃を決めたかったジュ選手、惜しくもボールはネットを越えませんでした。ネッティこのスマッシュですね。そうですね、はい、本当に待ち方がいいと言いますかね、はい、安定したスマッシュしますね。まあ、相手がカットマンからかもしれないですけど、これほどスマッシュを打った清水選手私初めて見てましたね。サービスポイント、さあこれでカウントは 4-8 となっています。清水選手が4ポイントリード。さあこれから日本サービス権があります。ジュ選手どのような攻撃を見せるか。さあワンポイント追加、ちょっと今のはもったいないですね。そうですね、はい、これもスマッシュ。さあシムレス選手はマッチポイントを握りました。サービスポイント、したがってシムレス選手対ジュセック選手の試合は4-1で、シムレス選手が勝ちました。いやしかし今日の攻撃コンビネーション見事バッチリ決まってましたね。そうですね、スマッシュ打ちはほとんどなかったですからね、はい、そうなりますと本当に自としてはなんて言いますかね、自分の勝ち方になかなか持っていけなかったですね。まあ、特に3球目取った時のですね、はい、レシーブの変化ですね、最後のですね、はい、ああいう変化をですね、常にこう神経を集中して心がけないとですねいけないんですが、はい、なかなか次の攻撃が非常に安定してますんで、はい、競った時にはできるんですが、競らない時のあのシングルフの思い切ったプレーにですね、なかなかジュらしいですね、はい、変化を持っていけなかったというところですね。そしてまた早い攻撃があったためにジュ選手らしい素晴らしいこう攻撃というのが決まらなかったそうですね。なかなかいいボール出した時は偶然のような形でブロックされたりですね、あったり、非常に、はい、なんて言いますかね、自としてはなんて言いますか、ちょっと不完全燃焼と言いますかね、ストレスの溜まったような試合ぶりだったですね。それでは、はい、勝利者インタビューを行いたいと思います。どうもおめでとうございます。コングラチュレーション。Any comments? Thank you very much. Okay. I am lucky. I was lucky. That's why I won. It's just okay. This is my comment. まあ、コメントは一言、もうジャストラッキーだったということで、もう非常に嬉しいということです。次は決勝なんですけれども、ちょっとその意気込みを聞いてみましょう。 Next one is final, right? Yeah, probably. I hope it's final next one. So, I will wait for my opponent. I hope I will play so good and I will be so lucky as I was now.
Okay. 次は決勝ですねというふうに聞いたら、おそらく決勝でしょうということでですね、決勝では自分は調子よく、なおかつラッキーも来てですね、次の対戦相手は決まってないんですけれども、とにかく頑張って勝ちたいということだそうです。どうもありがとうございます。ありがとう。清水選手、最後にありがとうというそういうコメントをいただきましたけれども、ラッキーだったということに関しては、重選手のミスに助けられ